温泉研究会の木村です。平日集客するためのアイデア、異業種とのコラボということでお話をしています。ポイントはですね、平日に定休日がある商売、人が集まる場所を持っているご商売ということになって、今回ですね、美容室をちょっとご紹介したいと思います。美容室は場所によると思うんですけど、やっぱり火曜とか水曜が定休のところ多いと思うんですね。大手になるとチェーン店っていうか、グループ企業だったりして結構大きくやっている企業さんもあると思うんですけども、美容室に来る方っていうのは当然美しくなりたいとか綺麗になりたいと思っている方も多いですし、ネイルなんかもやってる美容室もありますし、それから美容室さん自身も、そういう意味では健康に気を使うというか美に気を使うというかご商売なので、そういう意味では温泉なんかとは相性いいと思うんですね。特にダイエットなんていうのも、温泉は入浴ダイエットとありますし、それから肌の問題とかもありますし、そういう意味では、美容室なんかがテーマとする美とか美しさみたいなこととの相性はいいはずなので、こういう美容室のスタッフさんが平日お休みの時に、ちょっと日帰りで温泉入りに行きたいとか、泊まりで研修でみんなで行こうよとかみたいなことあると思うんですね。そういった時に、近隣の都市部の美容室さん、美容室のチェーンを持っているところみたいなところと、提携しておいて福利厚生的に使っていただく、もちろん割引で使っていただくみたいなことになると思うんですけども、と合わせて美容室に来るお客様に対して、この美容室の紹介で来たら日帰りとか泊まりでも割引ですよとか、あるいは1000円のクーポンが出ますよとか、そんな形で何らかのインセンティブをつけて、温泉地、温泉旅館さん、ホテルさんに誘導するような仕掛けっていうのはできると思うんですね。そういう意味で異業種とのコラボ、まさに異業種の方とコラボすることによって、そこだけではなくてその周辺のお客さんも集めてしまおうという、そういう考え方です。非常に相性がいいと、美容師さんと相性がいいと思いますので、ぜひご検討ください。